安復「秀吉が見えたらこの品信長より褒美ぞと申して彼に与えよ」信長は家臣へそう言いおいて春早々三河方面へ法要の旅に出立したというで安土にはいなかった秀吉はしぼをぼ城下にとどめて途上ぼしたが家臣からその胸を聞いて「さては」 狩りにことよせて徳川殿とどこかでご会見だな」とすぐ察した日頃信長が傷愛していた男瀬の釜が宝蔵から出されてあった秀吉はそれを拝領して長浜へ帰ると「この釜をかけて一服せよ」とのおねであろう「ねね早速炉にかけてありがたいお茶を一服いただこうか」 母もそこへ迎え妻とも一緒に訓音の一晩を押しいただいたおること一月に足らず秀吉は諸藩の軍備を改めて二月初め再び晩州へ再火したこの間に中国全土も戦時下の僧望を慌ただしく強めていた浮田直家は九死を毛利家へ送ってた。 事態は重大です。ただ播州一国の変ではありません今や尼子勝久はその信山中鹿之助らを要して秀吉の力を借り光月城を占拠しておるこれは毛利家にとっても見過ごしえない将来の大事をはらんだものと言えましょうなんとなれば毛利家に滅ぼされた尼子一 の復旧心たるや熾烈なもので彼らが湿地回復に乗り出す前提でなくて何でしょうご猶予はなりません速やかに大兵を得出し今のうちにこれを殲滅すべきでありますと浮田家はその泣きがけを受けたまわり年来の恩子の実意をこの時に事実として示すことに一致しておりまするというのであった毛利照本の左右には 二人の叔父にああたるる。名称がある世の人はこれを毛利家の二宿ともいい中国の二泉とも言っている知略十王の人小早川隆景陳友斎徳の人吉川元春こう2人は父元就の偉大な半面を公平に分け合って持っていたそうして元就の孫で現在毛利家の主君の位置にあたる輝元を いかんなく助け合っていた。生前毛利元就はその意地たちにこう訓戒していたという「およそ天下を競輪臨する器でないものが天下のことを望むくらい世に百害を生じさせるものはない」「またそのようなものが時の利と勢いを得て一旦天下を掌握したところでかえって破滅の元たるは言うまでもない」 んちらはよく自身の分を顧みただ中国を持してその県内においてのみ人に遅れぬ心がけを持ったがいいと毛利家という歴史ある大家庭に見られるいろいろな家風のうちでも最も麗しいものは父子・定兄の間の正しく一致していることだった礼儀と愛と信徒が 血をもって威配なく結ばれている点がやがて君臣の道をも強くしていたで元成の異界は今日まで尊重されてきた信長のごとく上杉武田徳川のごとく積極的でなかったわけはそこにあるだからたとえ足利義明をかくまおうと本願寺と通じようと遠く上杉謙信と ある目形を結ぼうと、すべては中国を守るためだった。信長の進出に対して、それらの他国の要塞を、中国防衛の一線に利用してきただけなのである。けれど本当は迫ってきた。すでに防御線の一角は崩れ、中国も時代の旋風の外ではありえなくなったのである。本軍の照本、高影の二校には、 力をを合わせて光月を攻められ、自分は稲葉宝い出雲岩見の兵を率いゆくゆく丹波田島の兵も合して一挙景気に進み本願寺と呼応して直ちに信長の本気を安土をつこうこういう大胆な策を立てた者は吉川元春だったがそれもあまり奇策に過ぎると輝元も高影も賛成しなかった。 そうして全大軍を挙げてまず神月城を攻むべしとなった三月約三万五千の毛利軍はおのおの本国を発して北上し始めた小早川高景は浮田の兵を合わせて備前方面から吉川元春は三朝からまた毛利輝元も備中松山に陣歩進め四月近くには 全軍軍向かって後軍を急にしていたそれより前秀吉は藩州に下って加古川城を A とし日夜軍儀を凝らしていたが彼が率いてきた派遣軍なるものはわずか7,500程度であった藩州の豪族や地侍の味方を加えてもその兵力は毛利とはまるで比較にならない数である。木に応じて 援軍はいつでも来るる、こととになっておると秀吉は平然たる様子を示していたがひそかに覇権軍の少数に不安を抱いて毛利軍の兄弟とそれを比較し再び虚集に迷う風が実機の書士の間に台頭してきたのは是非もなかったその空気はやがて明瞭な形をとって現れてきた三木の城主別所長春の 寝返りがそれである別所一族は東部播磨八軍に分布していて天正の初め頃から小寺一族などとともに藩を信長に通じ土着の味方として有力な一翼だったものである「秀吉ごとき小人物を我らの総帥にはいただかれん」「藩旗を明らかにすると彼らはまず秀吉の先手をぶって 悪宣伝に勤めたその言い分によると折足く城主長春は風邪気味のため長女をあるやすぐ叔父の義助老親の三宅春忠を名代として加古川城へ使わしいろいろ検索したところ秀吉は我々土着の城主の意見など耳に入れようともせず恵良の任はやり先の働きである軍略はただ秀吉の 胸三寸にあるのみと公言を吐きおったというのであるもちろんこれは根もない嘘で事故の寝返りを理由づけるための捏造に過ぎないしかも彼らはその悪宣伝をさらに拡大して安土の信長へも性を飛ばし筑前殿諸世王虐お味方にて恨みを含む者大し、右大人家に対した手祭り そいラクにあらねど当家も三木城に立てこもり羽柴殿の手を離れて前線どっ歩の覚悟相定め申しそろう」というような極めて悪性な残言と偽装に不信しその間に毛利家の軍事顧問を入れ城郭の堀を深め兵を高くしていたひどい男もあるものだな。秀吉は 何を聞いいてても一生に伏していた。そして官兵衛半兵衛の両三謀の勧めに従って3月初旬その本陣を加古川から書写団の上に移したその時意外な報道が上方から聞こえてきた越後の上杉謙信が死んだという噂なのである「水死の準備中に」という説や「 いや、すでに春日山を発し陣中でとも言われているしまた平勢大主家であったため率中で倒れたことは確かであると常識的な噂もありそうかと思うと春日山城内で川屋に行くところを四角のために殺されたなどと強いて季節を不快するものもあったがいずれにせよ謙信の死は事実であった。 極まりなく世の中も人も変わってゆくらしい秀吉は一夜諸諸壇に立って一代の英傑謙信の生涯を顧み星に思うこと久しかった別所一棟の三木城にはそれをめぐっていくつもの小城が衛星の役割を持っていた大後の城畑屋城野口城四方の城 城など各所に反旗を翻して「秀吉とは何者だ」「あの貧弱な小勢を仕っげて中国攻略などとは肩腹らいたい差だ」「天下の広大を知らぬ経落中心の輩が思い上がった誤算に過ぎぬ」と嘲笑していた黒田官兵衛は秀吉にまずこう検索した「あの小城の一つ一つを踏みつぶしているのは厄介ですが」 歓喜城の歓喜長範高砂城の梶原景行などなかなか豪のものですやはり周りの小石を一つずつ取って三木城を抜くのが最も無難な戦法と思いますが秀吉は彼らの言をよく用いたとりわけ左右の二人には常にこう言っていた「千利は官兵衛が明るく兵の身体には竹中半兵衛が詳しい何か憂えんじゃ」。 秀吉はただ将棋を進めるばかりよこの金平の馬印は二人の案内でどうにでも行くぞで半兵衛も官兵衛もなおさら重責を感じずにいられなかった諸舎山を下った秀吉の兵はまず手始めに野口城を攻めて敵の長井城郎左衛門を下し続いて寛旗高砂と付近の部落を焼き立てながら ししみつぶしに落としていった「そして目指す光月の城へ迫るも近く別所退治の戦も半ば以上進んできたところへ毛利の大軍東条を囲む「事態急遠平を仰ぐ」という山中鹿之助の悲惨を携えた使いが左夜の光月城から来た「使いの者は秀吉の前に出ていかに毛利勢がその 巨大な国力を傾けてきたかを言葉をもって補った小早川隆景の兵二万余吉川元春の率いる者一万六千それに浮田直家の軍およそ一万五千が加わり総勢少なく見ても五万は下りませんまたこう言いたした敵の大軍はまず光月城とお味方との通路を遮断するため高倉山の麓や 村々の谷寺に長い空掘りをうがち低地にも兵を隠し高地にも兵を潜め陣地陣地には柵を植え六彩を結い回し外部から一歩も城へ寄れないように工事を進めていますなおまた播磨摂津の会場には「失脚予想の挑戦を有力させ五爪の兵や領職をなおも続々陸上に仕上げようと図っておりまする。 ただ常駐の者が唯一の望みとするところは今すぐならば何とか外部からのご来園と連絡のつく方法があるのではなかろうかそれのみにござりまするこの報告は秀吉の進路へ大きな歯止めとならざるを得なかった問題は重大だしかも急である寝耳、ね、に水というほどそれに無んだったわけではない毛利勢の出動は ああらかじめ計算に入れてある、うん、そうか。秀吉がちと困った時によくやる癖を顔に表して大きく口をへの字に結んだわけはすでにその予測から信長へ向かって造園の兵を養成してあるのに今もって上方から兵を急破したとも軍の増派は相ならぬとも梨の粒手で 何のおとさたも来ていないなことにあった先に尼子勝久とその武将鹿之助たちを込めておいた光月城は備前播磨美政家の三角点にあり山村の小城とはいえ軍略上重要な地を占めているやがて山陰へいるにはまずそこを抑えなければならない関門でもある毛利勢がそこを重視したのは 当然な処置と秀吉は敵の目の付けどころに関心はしたがさて顧みるに自分の帰下から分けてやるほどな兵力は今ここになかった帰下に大役を命じてそれに任していられないほど信長は強領ではなかったけれどその総括はあくまで自己の手になければならないのである彼の原則として もしその凍業を犯す者などあれば断じて許す彼ではない秀吉はそのコツをよく飲み込んでいた「今度中国駅の葬式に任じられても決して思い上がった独断などはやらない」「傍から見ているとあんなさじまでいちいち安土のお指図を仰がなくても」と歯がゆく思われるほどなことでも 早打ちで問い合わせたり文書で内意を尋ねたりしたまた腹心の家来を幾度も使いに立てて戦況をつまびらかに告げいながら戦場にある思いのするまで主君信長もして、安心させていたしたがって信長も十分に今度の大事は察していた「よしこの上は自身出馬して筑前を励ましてくれよ」彼は。 彼らしい決断をもって、すぐ出馬の準備を命じた。が、諸将は口を揃えて、それまでには及びますまい、といさめた。佐久間、滝川、八谷明智の諸将など、皆同意見であり、庭五郎左衛門もそれに近い考えを述べた。人々の言うところは、満州の戦地は山岳が多く、 いいわゆる摂取難所の戦いですまずまずご家税のみを差し向けられしばらくは敵の剣を見ておいで遊ばすべきではないでしょうか。もしまた我が君の中国ご在人が意外に長引きなどする場合は本願寺の一類が後ろぼたって海陸よりお味方を脅かす恐れなども絶無とは申されません」と言うにあった。 安土の経営は今なお書についたばかりである。信長は彼らの言を入れて自身出征することは見合わせたがこの間の空気には秀吉に対する諸将の微妙な感情が軍議の度動いていたことは見逃せない「何せ羽柴筑前が指揮では」とこのことある前から秀吉を軽んじたり失視していた人々の 潜入手であるるが重すぎるそしてそういう感情をめくるともう一つその底に「信長公がご出馬あって彼に功をなさしめては」というような浅ましい曽根みも包まれていた嫉妬は女性にだけあるものでもなかったいや男性のそれは女性のように色に出さないだけなお恐れていい戦国武者の間にさえ そんな感情がやはり甲冑体験の下に包まれていた滝川一増丹羽長秀明智光秀そして筒井純慶などの援軍およそ2万が京都を発して晩州へ着いたのはもう5月の初めだった信長はさらにこの信忠をその後から加勢にやった一方秀吉は援軍の先発として来た 荒木村重の隊を待って本軍に加え総勢光月城の東高倉山へ陣を移していただがここに臨んで光月城の位置を見直すとその城中と連絡を取ることはほとんど至難に思われた城の山麓は市川の本流と支流とが三方を巡っている。しかももも西西北南も 狼山や太平山の県に囲まれ近寄るすべはないのであるただ一筋の通路はあるしかしそこには毛利の大軍が充満していたそのほか川を擁し谷を利用し山を追い至る所敵の要塞と敵の旗でない所はない点検の城というものもこれを死守する場合はいいがこうなると外部の味方の後ろまきが それと愛結ぼうとするにはかえって厄介な位置にあったこれはどうもならん秀吉は胆声を発したまるで無策な大将であることを自分で告白するように手が出せぬと二度も言ったおよそ戦というものは直感らしい秀吉はここに立つと同時に正直にそう感じたと見える彼は感じたとおり 固く味方の手出しをめた。そしてただ夜になると「かがりを炊けドカドカ炊け」と足軽を励ました毎夜である高倉山から三日月山の付近峰谷谷に渡って盛んなる火炎を上げさせたまた昼は高いところの木々の間から無数の旗のぼりを掲げて「秀吉の大軍ここにあり」を敵に誇示し 一面、光月城にある少数な味方を励ましていたこうして5月まで持ち支えているところへ丹羽滝川明智など2万の援軍は来たのであった規制は上がったけれど実績は上がらなかったなぜならば偉い大将が揃いすぎたのである皆秀吉と肩を並べて家風につくことを好まないものばかりだ丹羽佐久間は 秀吉の先輩であり明智滝川などもその人望彩色ともに秀吉と白昼しているおのずから誰が葬式官かわからないような空気が醸された命令は二とどころでない諸々の武将から発知られるそして時にはその工作から混乱が起こったりした仁気とでもいうかこういう内部の空気をかぎ知ることにかけては 敵は敏感である織田の援軍は恐るるに足らないと毛利勢もその許をつくことに抜け目がない小早川隆景の兵は高倉山の後ろを迂回して野襲してきた秀吉勢は若干の損害を受けたまた吉川元春の兵は遠く背後の平地から鹿間辺りまで行動しだし織田軍の市長部隊を奇襲したり 平線を焼いたり流言を放ったり降乱に努め出した一朝光月城の方を秀吉が見ると一夜に城の防老が破壊される「どうしたのか」とただすと毛利軍には南蛮砲の大筒があるのでその巨弾が命中し粉砕されたものだろうという「もって武器の精鋭兵の連達うかがい知るべしだな」。 秀吉は毛利の兄弟に感心していた。そうして、以前積極的に出ないばかりか、京都まで行って参ると諸将に後を託して密かに。また急に髪型へ馳。